それでは質問通告に沿ってお伺いさせていただきます。まず最初に中本教育長にお尋ねいたします。中本教育長は教員県企画管理部、中播磨教育事務所長、そして県立姫路特別支援学校長として教育また行政マンとして幅広くご活躍された方であり、教育長にとして大いに期待するものの一人であります。今日教育委員会や教育長の在り方が問われ、またいじめや幼保一元化と教育現場においての問題が山積している中での教育長就任には大きな決断があったのではないかと推察いたしますが、いかがでしょうか。私の思い過ごしであればお許しいただきたいと思います。さて、そこで辰野市の教育について中本教育長の現在の思いをお聞かせください。第二に公立高等学校の学区再編についてお伺いいたします。平成27年度入試より公立高等学校全日制普通科の通学区域が見直しとなり、西番学区と姫路福崎学区が統一されて新たに第4学区として行われます。現在の通学区域が約半世紀の間地域で定着している制度であり、受験生や保護者の学区拡大に対する不安や懸念の声が聞こえてまいります。一つに、これまでなら進学できた近くの学校に希望が多く集まり、思いの学校に進学できなくなるのではないか。二つ目に、遠距離通学や私立の高校進学を余儀なくされるのではないか。三つ目に、学校が多くなり、丁寧な中学校の進路指導が困難になるのではないか、等々挙げられてきます。学区再編による影響をどのように捉えているかお尋ねいたします。また中学校の進路指導において、子どもが夢や希望を持ち自らの意思と責任で主体的に進路を決定できる能力や態度を低学年1年生の時から育むとともに、本人が納得いく進路指導をしていただきたいと考えますが、学区再編に対しての取り組みをお聞かせください。以上、教育長。10番長富康議員のご質問のうち、1点目のご質問の教育長としての思いについてお答えいたします。本年4月1日に教育長に就任をして2ヶ月余りが経過いたしました。いろいろな方から辰野の教育への熱い思いを伺うことができ、力強く感じるとともに、責任の重さに身の引き締まる思いであります。さて、人口減少社会の到来やグローバル社会の進展など、教育を取り巻く環境が変化する中で、辰野市の子どもたちが夢と希望を持ち自らの個性と可能性を伸ばしていくこと、そして市民一人一人が生涯にわたって主体的に学び続けるという生涯学習社会を形成していくことが教育委員会に課せられた責務であると考えております。本市では山、川、海といった自然環境、歴史的な町並みや史跡、古く先人から脈々と伝え続けられている伝統文化など素晴らしい学習環境が整っております。私はこうした環境を生かして本市の明るい将来を担う人づくりに全力を注いでまいりたく、市民の皆様をはじめ関係各位と密接な連携を図りながら本市教育の推進に努めてまいります。また本年度も引き続き人間力、家庭力、地域力を育むことを本市教育方針に掲げて取り組んでいるところでございまして、
具体的にはまず一つ目に心の教育の推進でございます。児童生徒が自分を大切にし、自分に自信が持てる自尊感情などを育み、命の大切さを実感させる教育活動に取り組むとともに、基礎的基本的な知識や技能を生かし、新しいことを創造できる確かな学力の育成も取り組んでまいります。また保育所、幼稚園、小学校、中学校の教育の円滑な接続を進めるために、校主間の連携による教育活動の連続性、一貫性を図ってまいります。こうした取り組みの中で、小1プロブレム、中1ギャップの予防や不登校いじめの未然防止等に努める所存でございます。二つ目は健全な子どもが育つ環境づくりでございます。5月24日から16会場で多数の夢未来ミーティングが開催されており、地域の生の声を聞く貴重な機会となっております。地域の皆様方からのご意見を踏まえ、生活環境や学習環境について地域の皆様と共に整え、安心して子どもたちが学習できる環境づくりに取り組んでまいります。特に本年度は辰野東中学校の耐震補強工事を進めているところでありますが、この工事をもって市内すべての小中学校校舎の耐震補強が完了いたします。三つ目はふるさと文化の一層の充実と積極的発信でございます。例えば小焼地区では子どもたちが堀家住宅の案内をしたり、新宮地区では地域ボランティアの方が宮内遺跡の縦穴式住居の整備を行ったりするなど、辰野の歴史的財産を生かして官民一体となった文化活動を充実発展させ、未来への継承を地域とともに進めてまいります。これらの3つの重点項目をはじめ、学校教育、社会教育、障害学習などそれぞれの分野で事業を進めることで、本市まちづくりの柱でもあります、未来を担い文化を育む人づくりを力強く進めてまいりたいと考えております。次に2点目のご質問の公立学校の学区再編による影響と取り組みについてお答えいたします。議員ご交渉のとおり、中学生が多様な高等学校を選択できるように、単位制を含む全日制普通科および総合学科の通学区域が、現在の中学校3年生が受験する平成27年度公立高等学校入学者選抜から変更になります。学区が拡大されることにより、生徒たちは今まで以上に多様な進路選択が可能になりますが、これまでとの違いに不安を感じる生徒や保護者もおられることと思います。学区再編に対しての取り組みにつきましては、すでに各中学校において新通学区域に関する説明を生徒・保護者対象に行ってまいりました。また昨年度から新通学区域第4学区中高連絡会や進路担当者会を立ち上げ、情報交換等も行っております。公立高校のオープンハイスクール高校見学会はこれまでも実施されておりますが、今年度から中播磨地区高等学校のオープンハイスクールにも参加できるように日程調整を行い、西播磨地区と合わせ最大で4回参加できるよう配慮いたしております。さらに生徒の希望動向を把握するため、高校進学者希望者数動向調査を年3回実施する予定でございまして、今までの調査より実施回数を増やすことで動向を詳細に把握でき、学校での進路指導に役立っていくものと考えております。
いずれにしましても、生徒が自ら学びたい学校を選択できるよう、今後もより多くの情報を収集し、適切な進路指導を行ってまいりたいと考えておりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。中本教育長の丁重なるご回答ありがとうございます。ただ優秀なる行政マンの回答であって、教育者としての思いが何か私には物足りんと思うんですが、いかがなもんでしょう。一言お願いいたします。教育長、教育の場に身を置く者として、恩師からいただいた言葉というのがあるんですけれども、それにつきましては、1年を考えるときには、作物を育てることと、10年を考えるときは、木を育てること、そして、100年を考えるときには人を育てることという言葉を受けたことがございまして、それをいつも肝に銘じているわけですけれども、教育というのは本当に、一瞬一瞬の真剣勝負であるとともに、国の未来といいますか、辰野市の将来をどうするのかと、担っていく子どもたちをどうしていくのかという、息の長い取り組みでもあると考えておりまして、そうした事柄について、誠心誠意頑張っていきたいなということ。これもまた行政的と言われれば行政的なのかもしれませんが、そんな思いを持っております。またもう一つ、学校での取り組み、道徳の問題も未来ミーティング等でも、少し語られたこともあるわけですけれども、それにしましても学校現場だけで、なかなか解決する問題というのは、ございません。地域であり、先ほども地域の事柄たくさん出ておりましたが、地域であり、家庭であり、そうした方々との連携によって、教育というのは成り立っていきますので、そうした密接な関係を取りながら、教育活動を推進してまいりたいという思いでございます。以上です。10番、長富康議員。はい、ありがとうございます。いろいろと出てまいりますが、やはり教育というものは大事なものであり、人づくりが町づくりにつながるものだと思っております。また市長も教育に力を入れると、道徳教育、また連携教育等されるということを聞いておりますので、大いにその片腕となって教育を進めていただきたいと思います。それでは次に、公立高校の学区再編についてでございます。おおむねとにかく今の3年生の父兄の子どもたち、とにかく不安に思っております。それで先ほどもお聞きしましたように、できるだけの多くの情報を子どもたち、また父兄に伝えてやってほしい。ただ一つ気になることは、何をもって指導していくのか。今までは正版学区としてそれなりのデータがあったと思います。各学校においてこれまでのデータといいますか、成績とあると思うんでございますけど、今度学区が広くなりました。そうなった場合、何を元に指導していくのか、その辺のきめ細かなと同時に、子どもたちに客観的な指導をしていただきたい。まず先のお尋ねします。教育長。学区が西正番学区に、姫路福崎学区に加えた第4学区に広がるということにあたりまして、進路指導をする上で基準に何を求めるのかというご質問だと思うわけですけれども、先ほどお答えをしました新通学区域第4学区中高連絡会で集められる情報ということがまず一つございます。それからこれまで辰野市内から姫路市内の学校を受験した生徒がおります。また反対に、姫路の方から辰野市内
を受験した生徒も一部ございます。まあ、そうした実績等も一つの基準になるのではないかなと考えております。まあ、いずれにしましても、新しい学区の中で子どもたちが自分の能力、適性、興味、関心や将来の進路指導等に基づいて志望校が選択できますように、まあ、組織的、継続的な進路指導体制を整備するとともに、まあ、辰野の子がしっかりとした学力を身につけるように努めてまいりたいと考えておりますので、何とぞご理解、賜りますようお願い申し上げます。はい、10番、長富康議員。はい、結局これまでもそうであったんですけれども、やはり客観的な判断というものはどうしても、まあ、今までの父兄が言ってきたのは塾に頼らざるを得ない部分があったと思うんです。その納得いく部分、どうしても調査書等で先生は発表されます。そうするとやはりそこの部分で親は何にも言えないし、だから塾でのテストと見ますとどうもその不釣り合い、もちろんそういう場合は総合的判断、副教科等の成績によって違うんだということも言われますけども、やはりこれまでの子どもにおいて不満というか納得いかない部分があったのも事実です。それが今度よその地区から入ってき入られる部分、まあ、今言われたように総合学科等はそうなんですけれども、やはり普通科一般高校におきますとその辺の部分が全くないということ、同時にこういうことを言ってどうか分かりませんけれども、成績のいい子どもはどんどん行きますし問題ないんです。ただその余波を受けるその中間層から以下の子どもたちに影響が大きいんじゃないかなと、そこらの部分をどう進路指導していくのかという部分を危惧するところでございます。ただまあお尋ねするんですけれども、教育長、兵庫県進路選択支援機構、ご存じでございますか。はい、教育長。兵庫県進路選択支援機構につきましては、まあ、辰野市の方にも、その担当の者が、各校回っておりますし、知っております。はい、10番、長友康議員。はい、この支援、兵庫県 進路選択支援機構、これはに、いつでしたかね、一昨年ですから、創立されて、全県下の模擬試験を行う、特にそれが県の教育長、並びに教育次長と OB が中心となってされているという試験でございます。で、まあ、はじめ模擬試験として、年に2回、もしくは1年、3年生に対してはもう1回、3500円でされるというような話も聞いておったんですけれども、今回ホームページを見てみますと、もう一つ、この、どうでしたかね、新学区対応学習到達度テストの導入、これを教育委員会を通してやると、同時に授業中にやるんだというようなホームページが立ち上げられています。その点についてどの程度まで今情報を得られておりますか。聞いてないということであれば結構なんです。ホームページの先方の方でのあるんでございますので、情報ですので。はい、教育長。今議員の言われたいわゆる詳細で客観的な判断材料がもっと必要ではないかと。でその一つとして財団法人兵庫県進路選択支援機構の、まあ、進学対応の学習到達度テストの活用はどうかという趣旨のご意見だったと思いますが、まあ、これにつきましては校長会等に確認もいたしましたが、業者テストの取り扱いについてということで、受験戦争の過熱化を招かないためということで、平成5年に文部科学省事務次官からの通知を受けまして、兵庫県教育庁から中学校における適正な進路指導と業者テストの取り扱いについてといった通知が出ております。今回のご要望につきましては、こうした通知の趣旨と照らし合わせながら、校長会の方でいわゆる、見送ろうという判断をされたというふうに
聞いております。はい、10番長富康議員。どう言いますか、ここの部分で目的を見ますと、先ほど言われました文部省通達、時間通達には抵触しないものとするということもはっきりと謳ってあります。また今先ほど言いましたように、市長 教育委員会の了承のもと、中学校長会、また、各中学校が実施主体となり、財団と連携協力して行うというようなことも書いてあります。ただ、一応結論が出てるかどうかは分かりませんけれども、とにかく子どもたちに客観的なデータもやはり出してやりたい、また父兄としてもそのようなものもやはりありませんと納得いかない、ましてその指導する者が自分たちが内申書を書く立場の教師なんですよ。でやっぱりそこでやっぱり弱くなるんです、親としては、本人は。だからそういう意味ではよく考慮していただいて検討していただきたい。同時に先ほども申しましたように、低学年の時からやはり目的を持った進路指導、まあもちろん今の3年生に対してはもちろんお互いに全てのものがもう分からないなら言ったら語弊がございますけれども、初めての経験でございますので難しいですけれども、来年再来年また将来に向けての進路指導とを考えた対応を教育委員会として、もちろん現場はやはり学校側でございますけれども、総合的な進路指導体制を教育委員会として取ってほしいと思いますが、いかがでしょうか。教育長。議員言われた通り、誠心誠意、特に今年は1年目ということで、おそらく中学校の進路指導担当者、本当に一生懸命資料も集め、子どもたちへの指導もやっていることと思います。また県教委の取り組みとしまして、昨年度までは希望の中に第一希望、第二希望、それからその他校というのがございました。で、その他校に行った子どもたちは、空いたところに行って不本意入学と思った子どももいるようですけれども、本年度からこのその他校をまず廃止いたしました。それから第一希望第二希望を出した時点でもうあと変更はなしというような制度だったんですけれども、この第二希望も変更してもよいというような改革も本年度やりました。そういう形で県教委としましても、今言われたようないろんな不安に対応できるように、対処しておりますし、また、市内の中学校の先生方もそういった情報も踏まえながら、一生懸命子どもたち、自分たちの住みたい学校に行けるような指導に取り組んでいると思っているところでございます。はい、10番長友康議員。はい、その辺もよろしくお願いしたいと同時に一つだけお願いしておきます。どうしても学校側は合格第一で教育進路指導します。ただそこらの部分をやはり本人たちが納得いく進路指導、同時に不合格になってもいいんだから受けさせてほしいというときには、それはやはり認めてやってほしいという現実問題もご理解していただきたいと思います。それと同時に辰野市の教育基礎教育、すべて教育がレベルアップすれば高校入試なんて怖くないんです。そういう意味も含めた教育の子どもたち の教育力のアップに対しての質問を次回したいと思いますので、よろしくお願いします。以上。